ささんこんこにちは先週1週間どのような日々を過ごされましたか今週も素晴らしい神の恵みが満ちあふれるようにと祈ります。今日は私たちはどのように思いどのように行動しどのように生きるべきかということでお話をしていきますが今日はその中でどのように思うかということで私たちの思考の在り方についてお話をしていきます。 まず1番目、私たちの思い、思考に注意を払うことが重要です。いつも私たちの思いがどのようなものであるか、注意をしなくてはなりません。私たちの思考がどのようなものであるかが肝心です。私たちは私たちの思い通りの人になります。そして常に 神の言葉を思うことがクリスチャンとしての成長を助ける神の愛と力が私たちの中に働くものとなりますそしてイエス様のようになることができるということです聖書の言葉を黙想することが本当に私たちの思考を守るためには最重要ですねまあ、聖書を読むことそして黙想すること この違いをしっかりと私たちは、えー、知らなくてはいけません。まあ、聖書を読みます、通読といいますけれども、まあ、ただ読んでいる、まあ、流して読んでいるというような状況ですね。本当にこの意味も分からずこうずっとまあ聖書たくさん難しいところありますから、まあ、ただ本当に今日は一生読みますということでですね、まあ、ただ読んでいる、これは御言葉を心に吸収できません。しかし、黙想というのは、 読んでいる内容を真剣に考えることこれは聞くといいう行為に等しいですね。まあ、この「聞く」という、えー、漢字ですが、えー、2通りありますまあ3通りぐらいありますけれどもここで今日は2通りの「聞く」をお話ししたいんですけれどもまず「門構えの聞く」ですね「門」と書いて中に耳と書く「門構えの聞く」これは本当にあのなんとなく入ってくる音をただ聞く 入入っってててくくるるるののでで耳に入ってくるのでただ聞いている例えば外で風が吹いていますですとかあと本当にどこかでこう足音がするですとか、まあ、そういった本当になんとなくです耳に入ってくる音を聞いているこれが門構えの聞くですね。ですけれども、えー、耳辺の「銃と書いて「目」「心」と書くこの「聞く」という行為は本当にこの神様が何を この御言葉を通して語っているのか神の真理に対して本当にこの銃の目と心を使って集中して耳を傾けるという意味なんですね、えー、このまた耳辺の聞くの意味にはですね積極的に聞くという意味があります本当にただ聞くのではなく神が本当にここで何を言わんとしているのか知りたいと本当にこう 心の奥深くを探りたいとですねそのようにま積極的に聞くという意味があります私たちは聖書を読みます読むと言いますけれども読むイコール本当に神様がこの箇所で何を語っているのかをしっかりと耳を傾ける本当に聞くという行為なんだなということですね私は今日本当に実感したんですけれども、えー、詩編今日紹介する、えー、まず最初の 御言葉が詩編一章一節から三節です。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路,に水路のそばに植わった木のようだ。 時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄えるえこの詩編の箇所は神の言葉を目想する人の結果としてこのように実を成らせることができるんだよと言っていますえこの、えー、御言葉の中で昼も夜もその教えを口ずさむ これは昼も夜もその御言葉を思う黙想するという意味です私たちは本当に私たちの思いの通りの人になります私たちの思いが本当にその人となって形となって現れてきます御言葉を黙想することによって神様がどのような方で神様が私たちに何を語っておられるのかを知ることができるのはこの黙想することでしかできません これは本当にシンプルな作業ですですからたくさん読まなくてはいけないということではありませんたくさん聖書をですね知識のように入れることではないんですね本当に少ない御言葉でもこの中に込められた意味をしっかりと心に落とし込む作業これによって神様の愛と力が私たちの中で働くようになります えー、ヨハネの一章一節から五節の中には「初めに言葉があった」「言葉は神と共にあった」「言葉は神であった」「この方は初めに神と共におられた」「すべてのものはこの方によって作られた」「作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない」「この方に命があった」「この命は人の光であった」「光は 闇の中に輝いていてる闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネ一章14節では言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた。 ここで書いている本当にイエス・キリストが御言葉そのものだということなんですね、まあ、聖書はイエス様について書かれています御言葉を心に蓄えるということは本当にイエス様に似たものになるということですねイエス様は本当に御言葉を熟知していて御言葉を行うそれが本当に彼の人生でしたですから私たちも本当にこのイエス・キリストの御言葉を心に 宿すことによって私たちはこの地上において光となることができます光は本当にこの闇はこの光に打ち勝たなかったとありますですから私たちが本当に御言葉の人になるならば私たちは本当にこの御言葉の光を放つ輝いた存在になるということなんですねそして詩篇119編9節から11節では どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうかあなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを訪ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。えまあこのご時世いろんなことがあります。まあ、どんなに才能があって。 どんなに地位や名誉財産があってもその人が道を踏み外すことがあります。清さを保ち、まあ、正しく生きる術は御言葉ばによること以外にはありません。ですから若い者子どもたちの時代に本当に御言葉ばを教えることがとても大切です。えー、本当にこの私たちはですね、この、 御言葉を携える御言葉を本当に宿すことによってですね、正しく、えー、そして本当にこの神の御心に沿った清さを保つことができますので、えー、この本当にこのミ言葉を通しての教育をしていくことがとても重要だなというふうに思わされています。また詩は119編,編 100, 100節の中には、私は老人よりもお気前があり、それは私があなたの りまあここであの誤解をしてほしくないのはどんなにまあ人生を長く生きていても経験が豊かであっても御言葉を知らない人生にはわきまえがないということを言っています。 なので若くても見言葉を知っているなら本当にこの長く生きている老人よりも目が開かれていて正しい道を知っていると言っていますけれどもだからといって自分より年配の人を叱ったり軽蔑したり見下したりしてはいけません長く生きてきた人にはどんな人であろうと尊敬し重んじなければなりませんこれは愛をもって接するべき愛は礼儀に反しないと書いているからです パウロは年若いデモテに対して「年が若いからといって誰にも軽んじられてはいけないよと」とかえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となりなさい聖書の朗読と勧めと教えに専念しな,いとしなさいと言いました。 えですから私たちは本当にこの長く生きてるからその正しいことを知っているとは言えないというこの御言葉なんですねですけれども,もう若いからといって私たちが真理を知りえないということでもありませんですから本当にこの御言葉を知るということが年若くても私たちは本当にこの態度にも言葉にも愛にも信仰にも純潔にも本当にこのその他の人々の模範になることが できるというんですねですからこの聖書の朗読そして本当にこの教えること進めることに専念をしていくということがとても大切です。「詩編119編148節では「私の目は夜明けの見張りよりも先に目覚め御言葉に思いを潜めます」えー「まあ、朝目覚めた時から」という意味ですけれども「 もう本当に朝一私たちが起きた時から私たちの思いがどうなのかここを気にしなくてはいけません私たちのこの思いは本当にこの入り口です。玄関のようなものです。えー、ですからこの私たちのこの本当に入り口のこの思い、玄関のところにやはり、警備を置かないといけないんですね。まあ、時々私もいろんな思い,い,づらいで朝から憂鬱に襲われることがありますそのような時に これは神からの思いではないと判別することが重要です。朝一そのような思いを吹き飛ばすために、本当にこのような悪い思いに一日支配されることがないように、私は本当に朝から大きな声で力の限り死を褒めたたえて、本当に心の底から賛美を捧げます。そうすることによって私の心と思いが守られます。私たちが本当にこの朝一、 守らなければならないところは私たちのこの入り口である玄関思いです信玄25章28節の中で「自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された街のようだ」と書かれています。「御言葉によって心を整え,整えられていない人は城壁がない」というこれはどういう意味かというと本当にもう悪い日やいろんな悪いものが。 飛んできても防御する兵がないので、どんどん飛んできて、もうどんどんこう押し寄られてしまいます。もう本当に泥棒が入り込んでしまうそのような状態だと言うんですね、まあ。打ち壊された街のようだ。これは、まあ、飛んできた、えー、火や敵、悪いもの。もうそれによってその自身、その人自身がこの例えば家が破壊されてしまう。今日悪い思いに本当に。 こうやられてしまって破壊されている人壊れた人々が本当に多くいます私たちが日頃から何を考えるかここに注意を払うべきです良いことを考えれば考えるほどあなたの人生もそのようになりますイエスキリストとその教えについて考えれば考えるほどイエス様のようになって本当に成長していきます 成長すればするほど神に反する思い喜びや平安を失わせようとする様々なものから勝利することができるようになります私たちのこの思いの中は本当に自由にいろんなものが生き返りますでも私たちはここで本当に入り口の部分で悪いものを入れないように否定的なものを入れないように神に反するものを入れないようにそこで本当に気を 配る必要がありますヘブルの手紙4章12節で「神の言葉は生きていて力があり諸刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分か,分かれ目さえも差し通し心のいろんな考えや計り事を識別することができます」とあります。私たちの本当ににどんなに正しいと 思われている人どんなに正しいと見える人もですねこのように御言葉のようにこのいろんなところからいろんな角度からですね、えー、正しいことを判別することはできません。御言葉だけが私たちを正しく導いてくれると書いています。そしてヘブル11章1節から3節で「信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。 昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。このように書いているように先ほどから言っていますが、その人の思いのようにその人がなるんですね。ですから私たちが本当に願っていること 思ってているるここととがが形として現れるこれが信仰ですですから私たちは今目に見える状況最悪かもしれません。本当に憂鬱になるかもしれません。もう今日一日どうやって生きようかと思うような本当に目の,目の前にはそのような世界が広がっているかもしれません。ですけれども私たちは そそここににに騙されててははいいいけけません本当にそこに陥ってはいけないのです私たちの見る目は見えないところ本当に神がしてくださるこれから絶対に行ってくださる見業と奇跡を信じるそれによって私たちの未来が広がるということなんですねですから私たちはこの思いの部分でしっかりと御言葉によって正さなくてはいけません。 手元への手紙第2章3章16節から17節には聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですそれは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです私たちが身を豊かに実らせどんな状況の中にも枯れることなく いつまでも栄えているために、神の御言葉を常に黙想することが大切です。皆さんの思いが常に神の言葉を黙想し、御言葉通りの祝福された人になるようお祈りいたします。それでは、フルーツラジオ、今日はこの辺でお別れです。また来週お会いしましょう。ご案内は中金久美子でした。